国鉄 ED78 系電気機関車、ED78 系電気機関車、ED78 型電気機関車とは、日本国有鉄道、国鉄の交流電気機関車である。本校では、試作機である、国鉄 ED94 型電気機関車についても、扱う。1968年の大宇本線、米沢山形間交流電化並びに、 既存の直流電化区間であった福島米沢間の交流電化切り替えに伴い急勾配を有する板谷峠の通過対策を主として開発された交流電気機関車である。板谷峠は約33パーミルの平均勾配を有し、薄い峠、瀬野八と並ぶ急勾配区間である。同区間は1949年より直流電化され当初は EEF15 系。 1951年からは EF15 型に改正ブレーキを追接改造した EF16 系。1964年からはそもそも即発電ブレーキを装備した EF64 型が運用されてきた。しかし、1968年10月1日のダイヤ改正で、大宇本線の米沢山形間が交流電化されるのに合わせ、同区間の交流電化への切り替えが決定。 また、交流電化試験線区で一部に直流電化区間を有した線山線も全区間の交流電化切り替えが決定し、両区間で使用する機関車の開発要件として、次の条件が求められた。このため、主回路に抵抗器を持たない交流電気機関車は発電ブレーキによる、そもそも即運転ができないことから、そもそも即機構として、 交流回生ブレーキ方式の採用が検討された。そこで交流回生ブレーキを搭載し、軸重可変機能負の中間台車を持つ試作機関車 ED94 型を製造し、各種試験の後に量産しようとして EF71 系電気機関車と共に設計されたのが本形式である。 全面形状は国鉄交流電気機関車の標準的な形態で、向上的な充電運用に備え、正面には貫通路を設ける。正面窓上部には、つららキーを装備し、陶器の窓ガラス破損防止のためプロテクターが装備化である。回正ブレーキ用機器の搭載や中間台車を持つため、車体長は同軸4軸の D 型ながら、 同軸六軸の F 型と同等の 17,900mm に拡大された。また、積雪対策として、屋根状の特別高圧機器の大半を車内収納に変更してある。制御方式は、サイリスタイ制御。制御回路は全、サイリスタブリッジ方式を採用しており、周辺圧機には、旅客列車での運用に備え三字巻線から供給される。 電気暖房用電源を備える。主電動機は国鉄新性能電気機関車の標準形式である直流直巻電動機 MT52 型を4機搭載する。動力台車は ED75 系電気機関車と同一の仮想新サラ方式台車 DT129 型で、原引力の伝達は台車下部と車体を決する引っ張り棒によるジャックマン式である。 TR-103 型中間台車は空気バネによる軸重可変装置が装着されており、軸重を14.0トン、14.8トン、16.0トン、16.8トンの4段階に変化させることができる。これにより、脆弱軌道区間の先山線万越再線への入線を可能とした。板や峠の厳しい線路、気象条件に対応する保安装置としては、 停電や故障によって電力回生ブレーキが使用不能になった場合自動的に非常ブレーキを作動させる機能を持たせたほか EF63 型と同じく下り勾配での暴走を防ぐ加速度検知装置や勾配上での長時間停車を想定し空気ブレーキをかけた状態でロックする電動防止装置と主電動機回路の短絡による非常ブレーキ装置を備える。また、 当機の河川凍結に備え前くらい側のパンタグラフを必要に応じ上昇させられる構造とした。EF71 型とは機器の共通化がなされ、K77 型ジャンパー連結機2機を通し、両形式相互の重連装滑制御が可能である。また、回線ブレーキを使用しない場合は、同じサイリスタ制御を用いる ED75501S 型や、 ED77 型との総括制御も可能であった。なお、本形式と EF71 系の板や峠における、牽引定数は以下の通りであった。本形式は、試作車の ED94 1一含め前期が、日立製作所で製造され、申請配置は、福島機関区、現、福島総合運輸区とされた。1967年に、 ED94-1 として製造された。各種試験を実施後1968年に、郡山工場、現、郡山総合車両センターにて、量産化改造が施行され、ED78-901 として、編入改版された。ED94 型の試験結果をもとに1968年に製造されたグループ。製造名目は、大宇本線。 米沢山形間交流電化、福島米沢間並びに、千山線交流切り替え、万一再線貨物列車増発である。試策者からの変更点を以下に示す。1970年に、千山専用試作交流機関車の取り替え名目で製造されたグループである。1968年製造者からの変更点を以下に示す。 1980年に、新大特急、明けボのの24系客車化による、変製造業に伴い製造されたグループ。この2両は国鉄で最後に製造された、交流電気機関車でもある。1968年製造者、1970年製造者からの変更点を一家に示す。申請後は、大羽本線、福島山形間、仙山線で、 新大特急、明けぼの、急行、津軽などの優等列車から貨物列車まで運用範囲は後半にわたる。その運用は短期での他仙山線を中心に本形式同士での充連、大宇本線内では EF71 型との充連運転も行われたほか、臨時列車の経営や運用の都合で東北本線に入線したこともあった。 大宇本線での運用は当初 EF71 型を板谷峠区間の補機として用い、本形式は全国区間を含め列車の牽引にあたる本向きとする方針であったが、仙山線の使用機関車を本形式に統一した1970年以降、大宇本線と仙山線で機関車運用の分離が進められたことから EF71 型が福島山形間直通で列車を牽引することも、 増え、従連運用を必要とする列車を除き運用上の区分は明確なものではなくなった。また、1970年に運転開始した、新大特急、明けぼのも運転当初は20系、客車13両編成の編成重量が、書類上410トンと牽引定数内に収まっていたことから EF71 型が短期で牽引したが、1972年以降工事が、 進められた二重計客車の不燃化対策及び、汚物処理装置取り付けによる重量増加により、陶器を中心に空転が頻発、臨時に補機を連結する運用が常態化したため1977年には本格的空転問題の調査を実施、同年10月からは、あけぼのの編成重量を13両編成470トン、季節によっては2両原車の11両編成410トンと、 変更、運転安定化のため、本形式、もしくは EF71 系の補機連結が、正式化された。1978年10月ダイヤ改正では、明ケの1.4号は、改正前と同じ13両編成を、本形式同士の10連で牽引、明ケの2.3号は11両編成に、現車の上階71系の短期牽引と定めたが、当期は、 空転対策上本形式と EF71 系の重連にするといった臨時の運用変更が行われたことから、結果的に、明けボの全列車を24系、客車、12両編成、440トンへ置き換えた1980年10月ダイヤ改正に、際して粘着係数に気を使い、統計式の最終増備機12.13号機が増備される原因となり、 同改正直後は、福島山形間で本形式の10連を限定運用。その後1982年の津軽格上げによる、明けぼの増発や国鉄末期の列車編成見直しによる、減車。1988年の北斗製新設による、明けぼの削減等により通常の運用では11両以下に、牽引定数減少したことからも機関車運用は変更され、 工述する1990年の大雨、本線改め機構時までの間、明けぼのは本形式同士、本形式と EF71 系の補機、あるいは EF71 系同士による重連運転を継続した。このほか、1988年の8月末から9月初旬には、東北本線が岩手県内で普通になったことで、大雨本線を迂回した。 北斗製を EF71 型と10連で、牽引している。1986年に試作車の901が廃車。さらに1は、分割民営化直前の1987年年始に、東北本線で ED75 型と、初詣列車の牽引に使用後2月に廃車となり、2から13が、東日本旅客鉄道、JR 東日本に継承された。 1990年からは、福島山形間を標準機に改めきする工事が始まり、1992年に山形新幹線が開業した。EF71 型は適当な転用先がなく、そのまま運用を終えて廃車されたが、本形式は引き続き、仙山線で貨物列車、臨時旅客列車などに使用された。1993年に、 福島運転所が閉鎖となったため、本形式は仙台電車区、旧仙台運転所現仙台車両センターに転属し、引き続き仙山線で運用された。同線は1990年に軌道強化され ED75 系の入線が可能となっていたが、勾配区間であることから貨物列車を牽引するため、改正ブレーキを持つ本形式が継続使用されていた。 同線の貨物列車が1998年までに運転終了した後は2から11が廃車。残存した12.13が落ち葉製造運用に投入されていたが2000年に除籍、廃車され形式消滅した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。